皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気で過ごしていることを願っています。VBTS がブラジルで一度に2つの賞を受賞しました。VBTS はブラジルで最新の受賞実績を達成しました。6月28日、VBTS はブラジルのメディアが開催した SEC アワードで1位を獲得しました。 ブラジルでは4月26日から6月10日までオンライン投票が行われました。レイオーバーは SEC アワードブラジルでインターナショナルアルバムオブザイイヤー1位を獲得しました。その後、VBTS はブラジルでアジアンポップアーティスト賞を受賞しました。VBTS は、ハンサムな男であることとマッチョな西洋人になることの基準を超えた新しい方向性を示す東洋の文化的アイコンです。 ブラジルの有名なジャーナリスト、レナン・ピクソットは、VBTS がポール・マッカートニーのように着用されるだろうと述べました。さらに、レイ・オーバーは2023年のベストアルバムにリストされ、2023年のベストアルバムで2位になりました。それだけでなく、曲レイニー・デイズはローリング・ストーンで58位にランクされました。VBTS は現在、 韓国の SDT 訓練センターで兵役についています。着火自民、BTS 最新作が Spotify で最も再生された曲として記録を更新。自民の最新曲は6月28日に新記録を更新しました。曲スメラルドガーデンマーチングバンデイドは Spotify グローバルデイリーチャートで4位にランクインしました。スメラルドガーデンマーチングバンドは世界中の Spotify チャートで1位になり、 2024年最大のポップストリーミング記録でデビューしました。曲スメラルドガーデンマーチングバンドは Spotify で662万回以上のストリームで4位に達しました。Spotify グローバルでは BTS のジミンが揺るぎない人気の威力を発揮し、ラッパーのロコが曲に参加して雰囲気を明るくして注目を集めました。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。 どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。